Huh? ちょうどよかった。最近シゲサイコーの手下どうしてかわかるか。安心しろ。ん？ど、何？ああ、しかし割引はいらないぞ。通常価格で売ってくれ。え？お、でも君たちに売った後、またし来ないから大丈夫って。わかった。今よりまずい状況もないだろうし。しかし、これ実は依頼を受けてるんだ。詳細は、あ、ありがとう。本当にありがとう。いい人にはいい報いがある。悪い奴には罰が当たる。さあ旅人、さて終幕だ。そんなこと、それはもちろん、きちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。
進撃と邪剣、ヤジと五巻までの展開は金、こんな気象を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それが感服しただけさ。僕の予想が叶ったのは君の協力のおかげだよ。なんだ、じゃあ考えてみるといい。材料がなければ、そして重最高には金、うっぷんを晴らすにせよ問題。お前たちだな、お前たちが上級の方を。ほら、噂をすれば。こんなに走り回って希少な鉱石でもないのに。狙うも何も、僕はこのままで終わると思う。身の程を知らない。さあお願いします、ここの石箔を全て奪ってやってください。相手を間違えたな。はい、はっやっ、それ、うん、描きがたし。燃えろ。はっ、元気出してよ。雨描きがたし。観念する。九死の境より逃れるため、今こそ我が義狂心を見せる時だ。ただものではないな。